はい、マストゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらポケモンソードパート5やっていきたいと思います。まだパート1からパート4見てないよという方はですね、再生リストからぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずは前回のおさらいをしていきましょう。前回はですね、こちら第1のジムリーダー、まあ、ターグスタジアムの野郎を倒しまして、1つ目のジムバッジをゲットしました。で、続いて向かうべき場所はですね、このバウタウンというところではあるんですが、今回はですね、ここには向かわずにこのワイルドエリアの冒険をしていきたいと思います。はい、というのもですね、僕のそもそもポケモンがいるんですけど、レベルがね、なんかちょっときつくなってきてるんですよね。普通に冒険するのに。だからもうちょっとレベルアップしといた方が、よりスムーズにね、戦いも進められるかなーっていうのと、あとは、いろんなポケモンゲットしたいじゃないですか。はい。ですんで、ちょっとワイルドエリアも探索してみたいなってことで、今回、行きたいと思います。レッツゴー。で、このワイルドエリアなんですけど、マップをね、見ると分かると思うんですけど、結構ね、いろんなエリアがあるんですよね。見張りの塔、跡地、西、木漏れ日橋、草原とか、あとね、こういう風に天候を表示させると場所によってこう天候がね、こう違うんですよね。だからもしかしたらこれがね、僕はちょっとまだわかんないんですけど、出現条件的な、まあ、そういうやつがいろいろ関わってくるのかなとも思います。あれなんですよ。ほら、攻略本も買ったんですけど、僕ね、こういうゲーム、知らないでするの結構好きなんですよ。だから、どういう敵が待ってるのかとか、知らないのって結構楽しいから、はい。だから、あえて、今回は、クリアするまでね、ストーリーをクリアするまでは攻略本とかそういうのを見ないでやろうと思ってるんですよね。ってことで、お、なんだこいつ、アゴジムシ、なんだこいつは。こんな感じで敵ね、倒しつつレベルアップしつつで、ポケモンも捕まえるっていう形で今回はやっていきたいと思います。ですんで、ちょっとね、もしかしたら、なんかストーリー見たいよっていう方はね、さらっとね、この動画の次の動画をね、待っていただいた方がいいかもしれないんですけど、いやでも、ポケモンソードで追加されたポケモンなのか、それとも、僕、ダイヤモンドとかさ、他のシリーズやってないからさ、そういうポケモンたち知らないから、そういうのもね、ちょっと学ぶっていう意味で、うわ、強そう。よっ、ギャラドスかっこいい。なんかね、単純にこう戦うだけでも結構楽しいんですよね。ちょっと待って、コイキングがあれなんだけど、ハイドロポンプ撃ってきたんだけど、捕まえようか。よし、捕まるのかな。いっけーい、コイキングマストです。これ捕まんないとかあんのかな。1回2回3回、捕まりました。でも皆さん、もしよかったらそのコメント欄でなんていうキャラを育てた方がいいとか、ちょっと教えていただけたらなと思います。アゴジムシで、できるだけ、あ、トランセルだ。僕ね、まだね、こっちのエリア行ってないんですよ、こっち。だから、あっちの方に行ってみたい。すごいよなぁ。前回も言ったかもしれないんですけど、全部の世界がさ、こういう感じのさ、ポケモンになって、かつ、あと技とかをさ、こう、なんか、アクションゲーム的にさ、ハイドロポンプ破壊光線とかさ、使えるようになったらいいなっていうね。なんかゼルダみたいな感じ。おお、やべえ、ゴーリキーだ、ゴーリキーいる。
も強そう。ワンレキもいるけど、え、こいつ倒す、いやー、やめてやめてやめて、え、どうしよう、ゴーレキ戦う。でもね、ちょっと僕残念ながらまだ倒せないと思うんですよ、レベルが足りないから。普通に全負けしちゃうんですよね。ですんで今回はこういうね、普通の敵をとりあえず倒しつつ、なんかどんなポケモンがいるのか、あ、今一つだっていうのをちょっとチェックしながら、まあ、やりたいと思います。かわいい、この子強いのかな。待った、ちょっと水っぽいからポケモン入れ替えて戦おう。かわいい、とても強そうなガマガル。え、これさ、さっきのゴーリキーと同じレベルだった？34だったらいけるんじゃないかな。いけ、葉っぱカッター、ジタバタ、かわいい。ただ34レベルなんで、このキャラは臨床、捕まえることはできません。ただ倒してその経験値をゲットするっていう意味合いで今回やってます。イエーイ、ガマガルだって、かわいい。すごい、みんなしてレベル上がっていく。オワンリキもレベル22。どのポケモン育てたらいいのかな。あ、コイキングめっちゃいるじゃん、ここ。えい、コイキングマスオです。コイキングが現れた。え、なんだ、コイキングそんなに珍しくないのか、そんなに珍しくないのかっていうかさ、あれだね、なんか普通にめっちゃギャラドスとかは作りやすいポケモンの類なんだよね、今作。イエーイ、やった、コイキングでギャラドスのレベルが上がるというね、不思議な感じですけど。あー、これがガマガルの進化前かな、もしかして。おお、ギャラドスだ。どうやって戦うんだろう。すごいすごいすごい、ちょっとこっち、ギャラドス、これギャラドスじゃないもんね、この釣りはね。ギャラドス捕まったりする、これで。お前かーい。え、どうやって戦うんだろう、すごーい。あ、消えちゃった、ギャラドス。あ、ギャラドス戦ってくれー。あ、人だ、W ショップ。お、なに、ゴージャスボール、ドラゴンクロー。あ、これ技マシンか、すごい。こういうのも変えるんだ、じゃれつく。じゃあゴージャスボール買おうか、レボリューション。どうしてもね、ゴージャスって聞くとゴージャスさんを思い出してしまう。すごくいい方ですからね。なにこれ、これは何系で戦ったらいいのかな。怒ってる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 。何で戦うべき、なんだろう、このポケモンは。とても強そうなドータくん。ドータくんは足元に電気が、雷なんだ、この辺りは。ドータくんは噛み砕いてみようか。ドータくんは何系なんだろうな。効果抜群だ、神通力、エスパブッカ、強っ。え、これ勝てないわ、逃げるわ。よし、無理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 。今ね、そんなにね、余裕ないんで勝てないと思ったら、簡単にね、僕はね、逃げます。じゃあちょっとまた違うエリア冒険しよう。おー、ハガネイルや、やばい、勝てる気がしない。え、すごい、やばいくない。おいおい、すぐこっち顔見せてくれよ。ダメ元ゴー、すげー、
すげえよ、アダメールいるよ。なん、でも形は似てるね、お互いね。50レベル逃げろうん、無理。いや、すごいね。ハガネールはすごいわ。え、こんなにさ、強いポケモンがさ、さらっと出ていいのっていう話だよね。ここら辺は？なんか。お、ライボルト、これあれじゃん、進化系じゃん。ライボルト、葉っぱカッター、強い、いけ。噛みつく、あー、やばい。次のターンでキャラを変えよう。ナイス、ケタグリ、いけ、ナイス。静電気、逃げられたんですが、あー、そういうパターンもあるのか。はい、ということでレベル上げしてきました。といっても全体的に2から3レベルぐらいですかね、上げた感じです。で、今ね、レベル上げしてて、ちょっと思ったのが、炎タイプ？炎を使うポケモンが欲しいなと思って、ちょっと、その、ワイルドエリアで炎を使うポケモンをちょっと探して捕まえたいなと思います。誰か使うかな？この子は使う？アックだよね。アゴムシ、草ハガネ、電気、岩。あ、ロコンは使うけど、ロコンか。ちょっと他のポケモンで、ちょっと炎を使うポケモンを探したいと思います。というのもね、なんか草タイプのポケモンとか、あと、虫ですね。を、こう、倒してレベル上げしようかなって思うときに、やっぱ炎タイプいないとね、ちょっとね、大変なんですよね。だから炎タイプどっかにいないかな。さっき電気タイプとか鋼とかそういうのはちょこちょこいた気がするけど、どっかにいないかな。お、何この子、何この子は。ちょっと待った、バラ、この子はな何で攻撃したらいいんだろう。バーカラン、まあ秀吉でいくか。可愛いですね、野生のロゼリア。ロゼリアさん、ドドリアさんみたいな、違うか。かわいい、当たらなかった、マジカルリー。おー、同じ系統ですね。だったら畑落とすでいきましょう。あ、そう、レベル上げしてる最中に畑を落とすを覚えました。へえ、どうせだったら捕まえましょうか。何これ、不眠、ポケモンに不眠ってあるのか。まさかのモンスターボール、すごいですね。なんか普通の戦い方じゃないっていうか、こう頭脳戦的な戦い方してきましたね、ロゼリアは。で、炎タイプのポケモンいないか。炎タイプロコンしかいないのかな。どっかいねえか。うおー、やめてうおー、あ、怖い、やめてください。木漏れ日林、何かわかんないポケモンが結構いる。え、すごーい。なんだこいつは。
土偶や。あー、こいつ戦ってみよう。なんとなく、いや、土偶とても強そうな粘土やっぱ土偶系かな。だとしたら草とかそういうのは効果抜群なんじゃないかなと思って。うわー、葉っぱかった。やっぱ効果抜群だけど、やっぱなかなか強いっすね。もうちょっと、もう一回コスモパワー使ってくれ。やった、効果がない、ラッキー。やだー、強かったな。やったー、みんなレベル上がった。あ、あそこ光ってる。よし、毒草、これさっきのやつじゃない、あ、これ謎の草じゃない。なんだろう。ヨウヨウ、やっぱそうだ。まあ謎の草もね、やっぱ初代だから僕好きなんで、はい。あ、秀吉でいくんだ。簡単に倒せました。で、弱ってるんで一応捕まえましょうか。モンスターボール、やったー、捕まえたー。ただ草タイプはいるんだよな。よし、ということで謎の草を倒したところで、本当に炎タイプ見つけたい。ロコン、やっぱロコンしかいないかな。ロコン育てるか。ロコンしかいないかな。まあロコンね、可愛いから好きなんですけど、ないかな他に。なんだここ。お、モンスターボールだ。白いハーブ、なんだこのポケモンは。なにこれ。あ、ロコンが逃げようとしてる、かわいい。あー、ツボツボだ、すごいすごい。あー、やめて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 。まあとりあえず第一候補としてはロコンですね。ほかほか、ここにもロコンがいるか。でもいい感じでさ、あれだね、その入手難易度っていうかレベルは分かんないですけど、なんだこいつは。ちゃんとさ、こうポケモンがその全部の種類のポケモンっていうか、そのなるようになってますね。これいいかな。よし。おお、なんかかっこいいやついる。かっこいい、かっこいいやついた。なんかかっこいいのいる。レパルダス欲しいけど捕まえられないんだろうな。28か。俺ゲットできるの25までだよな。攻撃が上がった、葉っぱ買った。原始の力、よし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 。ちょ、どうやってあれだろうな、トゲピーは進化するんだろうな。あ、これか、さっきの猫の進化系は。こっちはもうワイルドエリアじゃないのかな。あ、こっちもワイルドエリアなんだ。結構広い。うわー、やばい、カビゴンだ、カビゴンいた。おい、やばい、捕まえたいけど
無理だろうな、まだとてつも強そうなガビ君が現れた。やばカビゴンだ、滝の森。あ、でも意外と普通だ。やばい、攻撃が下がったら防御が下がんないから。やったー、捕まえたかったな。やったー、結構みんなのレベルが上がってきますね。これで次のさ、ところで結構攻略しやすくなる。なんだこれ、サソリみたいなのがいるな。うわっ、なんすかこの子、すごい鳥がいた。鳥なのかなあれ。炎の石、あれ炎の石とかで進化させるのってなんだっけ、ガーディーとかでしたっけ。なんか懐かしい、もう忘れてたわ炎の石の存在。あまりにもずっと前に俺はもう炎の石を経験してしまったがため。炎の石があったってことは、あ、何ここ、何あれ、おーい、なんだあいつは。あ、やばい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 、何あれ、え、すごい、いろいろいるんだな。なにこいつ、トトロがなんかミスっちゃったみたいな顔だよ。戦ってみよっか。ミスっちゃったトトロです。ダスト、ダス、へえ、こんなポケモンいるんだ。え、強いじゃん、めっちゃ40レベルって。ヘドロ爆弾、あー、ギタモリ、あ、効果抜群か。負けた。はい、ということでミスったトトロに負けちゃいました。強かったんですけど普通に。さらにちょっと奥の方来てみました。こっちのポケモンはなんか強いらしい。なんか音楽変わったし、そんなに違うのかな。炎を使いそうなポケモンいないかな。炎を使いそうなポケモンいないかな。お、リスか、ストーンズゲインヤっていうのかな。すごいすごい、ん、すごい、ここよくわかんないけど、石つぶて的なやつがいるのかな。あー、怖い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 、すごいなんか民族的な音楽が流れてますね。わわわわわわ、スーパーボールだ、やった、おお、すごいやついた、すごい強そう。ただ俺が探してるのは炎を使うポケモン、どっかいねえかな。炎、炎、お、こっちもすごいですね。いやー、なんか炎を使いそうなところないかな。ちょ、ワイルドエリアマップで見てみましょうか。あ、こっちからこっちの方まで来たんだ。巨人の帽子、激鱗、ナックル、え、どこがあれなんだろうな、使いそうなところなんだろう。お、すごい鳥がいる、かっこいい。あれ
なんだあいつは。あー、ドバースだ。かわいい。やっぱ6本ぐらいしかいないか。なんかいた。いねえなー。なんかすごいな、ここ。なんかよくわかんないけどすごいところあるな。そうなんすだ。そうなんす。ここすごいね。なんかストーリーで重要そう。ただ俺が今探してるのは炎タイプ。ないかな。うわー、なんかすごいやついた。強そう。おお、怖い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 。相当強いんだろうな。うわー、すごいでっかいカラスだ。なんだこいつ。かっこいい。よくわかんないけどかっこいいぞこいつ。アーマーガー。逃げよ。はい、ということで最初のエリアあたりに戻ってきました。で、結構結構ね、探してみたんですけど、僕の知ってる知識の中で、あ、これ炎タイプだってわかるのがですね、ロコンしかいませんでした。ということで、ポケモンちょっとロコンを採用しようかな？バケッチャーを、いや、どうしよう、トゲピーを入れ替えるかも迷うんですけど、トゲピー可愛いからさ、ロコンと、これ入れ替え。で、ロコンを採用すると。で、ロコンは、強さを見ると、はい、こんな感じ。炎タイプですね。はい。こんな感じです。だからちょっとこのロコンを育てて、炎をやるようにしよう。で、キューコンってどうやって進化させるんだっけ？なんかさ、進化アイテム、いろいろ、あ、じゃ、ちょっと、球根にさ、あれ使おうか。不思議な雨じゃなくて、あの、レベルアップの経験値のやつ使ってもいいよね。まあ、ちょっと、まあ、今はまだ使わないとこうか。お宝、星の砂、星のかけら。これか、技マシンじゃなくて、道具。炎の石。あ、やっぱ使えるよね。炎の石でロコンをちょっと球根にしたいと思います。レッツラゴー。すでに球根になってしまうという。おや？ロコンの様子が。すごい、まだ初代の時の知識が残ってた。かっこいい！
かっこいいよキュコ、かっこいい炎タイプ。尻尾の一本一本に神通力が込められている。千年生きると言われている。弱いけどキュコ。じゃあ最後にキュコでちょっとあれしましょうか。バトル一戦して今日はねお別れにしましょう。あ、これずーっといると夜になるんだね。この蜂との戦いだったらいけるかな、さすがに。いや、冒険したら無駄じゃなかった。ずーっと歩いてたら炎の位置発見したからさ。おーい、炎タイプの攻撃ないんかーい。せっかく炎タイプになったのに、え、早すぎたかな進化させるの。炎タイプの攻撃ないんかーい。いや、ちょっとこれは問題だわ。せっかくの火炎放射とかさ、大文字までとはさ言わないけど、よしよし、かっこいいね。でもね、はい、はい、ということで、まあこんな感じ。ちょっとね、最後にオチまでついちゃいましたけど、はい、こんな感じでまあね、ポケモンやっていきたいと思います。で、次回はですね、ちょっと進めていきたいと思います。次のジムへね、向けてね、前回の街を出発したいと思いますので、またぜひ次回も見ていただけたらなと思います。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。